で、いろいろな、不自由点のね、騒動はあったんですけれども、ちょっと引いてみると、愛知県内は、いろいろ成果も残せて、過去4回で最大の、来場者になりました。であとは、チケットの売り上げ、来場者数以上にチケットが売れまして、チケットの売り上げが前回の 1.5 倍で6000万円黒字が出ました。で、全ての分野で、ジェンダー平等達成できたのと同時に、地方創生の効果もあって、街中の会場の沿道寺では、ほとんどのお店で、もう昼間からたくさんお客さんが来てたので、2、3割ぐらい売り上げがアップしたということで、そういったような成果も残したので良かったなと。うん、こういう言い方するのも変な無責任かもしれないですけど、僕やっぱり、どっかでこれこの企画やっぱ最後無理かもなって思いながら進めたところやっぱありましたからね。出てたらなんか7月ぐらいになるとあれできるっぽいぞみたいな感じになってったっていうね、そういうところはありました。それで言うと津田さんが提案した企画で本当に津田さんがやりたくってできなかったものいくらでもね他にもあって、まあそうっすね、そうだから今日帰ってからそれ一緒に帰りました。そうですね、見えることも関わるんですが、本当になんか何も見えないかなと思って、ここからここまでが範囲ですよって言われなくて、通り過ぎてしまいそうな、トロイズ選手とか、苦しい選手とかで、多分ここなのだろうという紹介が分かるような感じで、なんかそのうまくされているような印象が最初あって。モデルは飼ってる猫ですか？モデル、うちで飼っている猫です。2匹ですよね。2匹です。2匹いて、目の色とは結構違う感じですね。あ、そうです、うち